お疲れ様です。お疲れ様です。本日はドラゴンさんに来ていただいております。はい、来ました。今回は解説動画ではありません。お、え、違うんですか。はい、ドラゴンさん、うん、仲悪い人いません？仲悪い人、不仲説が上がってる方がおられるんですよ。え、ケイタンさんですか。ケイタンさんと不仲なんですか。ウィンズゼロです。いや、今日はちょっとね、ゲストの方を呼びして、うん、この二人本当は仲悪いんじゃないかっていうことを検証していきたいと思います。はい、こちらの方お呼びしております。ゲストの方どうぞ。誰？マジか。もうドーベルマンさんに来ていただきました。マジかよ。マジか。来ちゃいました。なんか不思議なんですね。やば。そうね、なんか変な感じで、はい、皆さん知ってますか。ドラゴンさんの弟、B ボーイドーベルマンさんです。ガチ弟ですね。バンドネーション、もう本日山梨からお呼び立てしました。何しに来ました。何しに来た。ちょっといろいろあるんですよ。そうなんですね、まあ、これからそう。ちょっとでも2人あまり共演してるイメージがないんですよ。あ、確かに、確かに。チームで一緒にいるのはイメージ好きですけど、はいはい、2人きりってなかなか見ないんで。確かに、特にフレイバーはないですね。踊る以外ではあんまないかも、ね。だから巷で噂になってるんですよ。あの2人仲悪いんじゃないかって。いや、バチバチ仲悪いですよ。はい、急にね、喧嘩しだしたんですね。どれが本当に振り返しジャパン行くまでのバスで大喧嘩でしたから。ちょっと待ってさ、そこら辺の話を深掘りしていきたいんですけども、本日はドーベルマンさんに来ていただいたのにはちょっと理由がありまして、うん、ね、ドーベルマンさん、はい、2つお知らせがあるそうで、はい、実は、はい、今もう僕たち来てるんですけど、うわ、来てるわ、俺。T シャツ、びっくりした。フォーゲットネバーから新しい T シャツが出るそうで、はい、この T シャツはドラゴンドーベルマンモデルが販売されるということで、はい、その T シャツです。これが今着てるやつですよ、はい、これね。そう、着てるやつです。後ろ見とく。後ろ見とく、背中に浮かびます。これなんか前回のドラゴンモデル販売されたじゃないですか、それを踏襲した上で、はい、この元のドラゴンのデザインにドーベルマンが足されるとか、はい、います。あ、兄弟フォーゲットでやばで、2種類出るそうです、はい、実はもう1着はもう元部さん着てる方ですけど、はい、僕おー、あ、かわいい。 F 君が、 F 君が、はい、あの、ちょっと僕が得意としてるアローチェアっていうクイズ。あ、よくやるよね。もう、それをちょっとこう、この F 君にやってもらって。はい、やばい。しかもそのゲット、前回の踏襲してるってことで、前回のドラゴンさんね、バカ嬉しいらしいですよ。わー、ありがとうございます。皆さん。すごい嬉しいです。皆さんのおかげです。嬉しいですね。これも、どこでも買えるってわけじゃないんですか。山梨の紫スポーツ、イオンモール甲府昭和店にのみ、販売させていただくことに。やっぱそこで関係があるからこそ置いてあるってことですね。これ最近ね、紫スポーツさんでもフォーゲットネバー置いてありますからね。超限定ですね、これ。これは発売いつになるんですか。発売が実は、5月11日発売いたします。おお、5月11日ですね、はい、そこに買いに行くしかない、うん、実はその販売記念に、はい、なえそんなもんやっちゃうの。でちょっとイベントもそこでやっちゃおうかなということで、ファウンドネーションも読んじゃいます。おで、今横にいる、はい、ドラゴン招待して、あと、他に、ウィングゼロ。おウィングゼロ、はい、ミカドルフィン、ミカドルフィン、はい、あとゼノン。おゼノン、はい、ちょっと分かって、はい、2人入れて、あと僕が、はい、5人です。5人ですね、はい、詳しい時間帯とか、うん、概要欄の方に貼っておきましょう。はい、こちらにね、あとはい、チェックしてもらう。あとは会場に来て楽しんでください。そうですね、また概要欄、はい、画像、画像もありますけどね、はい、見てください。という感じで、あの、宣伝まみれやるやん、やるやん、盛り上げてるやん、山梨。いいっすね、やるやん。ドラゴンさんも行くらしいですから、超いいっすよ、ね、そう、ぜひ5月11日久しぶり帰れる山梨。そう、山梨といえばのね、メンツと、あとまあ、全然帰れてなかったから、ね、ということで、この2人は山梨が生んだ山口家の兄弟。これ何も決まらず名前言ってるよ。山口兄弟なんですよね。はい、二人とも B ボーイっていうことで。そうですね。でも仲悪いですか。バチバチ仲悪いですよ。急に喧嘩してくれ。喧嘩するんですか。いや、でも、まあ、ガチな話すると、いや、あんまりなんか真剣な上での喧嘩は言い合いっていうかね、そういうのはありますけど、なんか仲悪いみたいな喧嘩はないですね。そう、なんかそれもね、喧嘩っていうか、お互いのね、意見、意見を言い合ってるだけで、あんまり喧嘩としては捉えてない。ね、ドーベルマンさんって今山梨に住んで、あ、そうです、山梨、ドラゴンさん、はい、東京に、ね、東京だから電話とかするんですか。
結構するよね。しますね。するの？なんか最近どうみたいなとか、なんかこいつの B-boy やばかったから見たみたいな、このバトル見たみたいなとか。ブレイクダンスの話共有するんですよ。そうそう、します。結構昔からそうだよね。なんか練習して帰ったらご飯なんですよ、家でね、自分たちで作ったりとか買ってきたりとかして、でその時も今日の練習のダメ出し会みたいな、ああだったね、こうだった、この動きめっちゃ良かったねみたいなこと言って、で一段落して自分らのなんか携帯見たりとかね、時間過ごしたらまたなんか YouTube でバトル動画見たりとかしてっていうのを結構ずっとしてましたね。練習時もね、その帰ってきてから割とあのこう褒めるのってお互いあんまり実はしなくて、で結構今日ドラゴン調子良かったなって時はあんま褒めないで、結構自分でこう静かにへこむみたいなのがお互いにお互いにありました。あって、今日調子良かったなってなってるとドラゴン静かで、あ今日へこんでんのかなみたいなとかもそうあったりとか。一緒にダンス始めたんですか？始めたの俺の方が早いかも、うん、早いですね。あ、じゃあ兄貴の影響でドラゴンも。そうです、そうです。実は山口兄弟まだいるということで。あ、いますね。そうですね、弟がもう一人いるんでね、一番下の。実は三兄弟。はい、三兄弟。弟は B-boy じゃないですか。やってないですね、B-boy。一回やらせようと思ったんですけど、そうそう。でも、ほんと6歩と、うん、なんか頭にこう、うん、足かける、うん、ちょっと柔らかい系。何体、うん、何体系はなんか得意だったんですけどね。なんか当時、ベンジーとかね。そうそうそう。あの辺ベンジーとかで。団体ムーブやらせようと、意外に柔らかかったんで、けどあんま本人はハマんなかった。そう、ハマんなかった。なんかどっちかってガンダム系のあのカードゲームとか遊戯王とかハマって、あ、まあ、ドラゴンさんはリアルアキバボーイズ、うん、アニオタじゃないですか、うん、ドベさんはどうなんですか？俺はあのどっちかっていうとゲーマーなんですよ。ゲーム大好きで、アニメじゃないんだ。そうなんですよ、ゲーマーなんで、まあなんかアニメ、まああのドラゴンを見てた時は結構一緒にこう暮らしてた時は一緒になんかこのアニメ面白いようで一緒に見てたりはあったんですけど、基本的にはもうあのずっとゲームしてる感じです。やばいですよ、あの手元で PS ね、あの4とか3とかね、あんま2だったり、色そんな当時のものやるじゃないですか。そしたらなんか足元で、なんだろう、あれなっていうの、一番めっちゃやってた時、DS 時代から DS、こう4つ並べて、まあ、通信で、あの手と右手、左手で、右足、あと左足みたいな感じで4つ使って、うん、こう、レベル上げとか。ゲーマーだと多分わかると思うんですけど、まあクロノトリガーっていうゲームもあるんですけど、あれとかも、あのこうステータス上げれるカプセルみたいなのがあって、それも全部取って全キャラにステータスマックスとか、あとドラクエ5、あのこう天空の花嫁って基本的にやつあるんですけど、あれもこうモンスター倒すと一定の確率、一定の確率じゃないか、レアドロップみたいな。オタクでしょ、お前。なかなかね、集めるんですけど。ドラゴンさん、止まらないんですけど。止まらないんですよ。もうオタクですよ。止まらない。オタクですよ。これちょっと別チャンネルの方が。ドーベルマンはガチゲームオタク。そうですね、ゲーマーですね。ドラゴンさんはガチアニメ。結構アニメとか声優さんとかのね、好きだった。弟さんはどう？弟さんカードゲームですね。ですね、やばいですね。普通に大会も出てるから。そう。年から年中ね、友達連れてきてやってたもんね。ちょっと恥ずかしい質問になるかもしれないですけど、うん、ドーベルマンさんから見て、うん、ドラゴンの好きなところ。うわ、これな、初めてかもしれないですね、言われるの。好きなところか。言って、いっぱいあるよ。言ってあげて。たくさんあるでしょ。あ、でも、たくさんあるでしょ。結構あの、一緒に暮らしてた時になっちゃうんですけど、結構俺、その、気分で練習とか行ったり行かなかったりがあって、結構ケツ叩いてくれて、は行くぞみたいなのあったんで、その、そこ結構好きでしたね。俺割と、ケツ叩かれないとこう、いいやってなっちゃう人なんで、結構なんか、何事、練習だけじゃなくて、なんかそういう、なんかモチベーション上げてくれるっていうところは好きかな。めっちゃいいこと言ってます。でも行かないですもん、本当に。結構気分嫌なんで。行こうぜ、練習と思って。じゃあ、ドベさんは結構ドラゴンさんに引っ張られたって部分大きいんですよね。大きいですね。逆にドラゴンさんから見て、ドーベルマンさんの。そうですね。やっぱり、なんかね、俺が結構大雑把な部分があるんで、結構やっぱすごいね、細かいことまで気にできたりもしてて。で当時もなんかこうなんだろう、海外のビデオとか見るじゃないですか、例えばロード・オブ・ザ・フロアとか、そうで結構やっぱ激しい技の方に目が行きがちだったんですよ、当時は。あのルーエンとか、パームーク、そうそうそう、ね、ケーブマンとかね、なんかああいう B ボーイたちが、あ、すげえかっけーってなってたんですけど、なんかね、ドーベルマンだけはね、なんかあのベンジンスっていう、メガスがやばいって言ってて、当時分かんなかったんですよ。分かんないですよ。そう。やばい、こいつめちゃくちゃすごいかっこいいみたいに言ってて、でもフットワークの結構マニアック系だったんで、当時だともう、何が
なんかあれなんだろうと思って、でもやっぱ見ていくうちに、なんかそのかっこよさにこう気づかせてくれたみたいのがあったりしたんで、先取ってたっていうか、そうですね、なんか結構見てるところがすごい自分が見えない、うん、まあやっぱ細かいじゃないけど、うん、そういうなんかあのマニアックな部分とかも結構ね、兄弟だからこそそこ どうなんだろうみたいな、うん、興味が出たみたいな、これ多分視聴者の人分かんない人結構多いと思うんですけど、うん、当時だから2002年3年って大技が流行ってるんですよ、うん、エアートラックスとか、ね、その時代にそのローズ・オブ・ザ・フロアに出てたメガス、ね、AK ベンジェンスっていうディーブがいるんですけど、結構細かいフットワークやってるんですけど、ね、会場もそんな湧いてないんですよね、うん、で当時の価値観で見たらケイメルの方がね、そうケイメルとか大技やってる人の方がすごいんですけど、そこのヤバさにもう気づいてたって、うん、で俺すごい惹かれたのがこれ、ファンドレーション名前くれたバンスってボスがいるんですけど、その人に言われたことがすごいあって、うん、あのベンジンス当時そのすげえでかい大会にねケーメルと一緒に出てるのに、結構そのバイトされるっていうのが嫌だったみたいで、あんまり本気じゃなかったらしくて、あ、だから本気のムーブ出さなかった、そう本音が出さなかった、そう本音があんまり、そうそうそう、出してないのにあんだけヤバくて、うんうん、何か隠しながらこの人やってんなみたいな、抑えてるなみたいな、抑えてるなみたいな、そこがそうすごい惹かれて、これ B ボーイ興奮する話ですね、だからそれ言われなかったら分かんなかった、分かんなかった、だからなんかなんでこれやめちゃったん、一回やめるシーンがある、そうそうそう、やめるやめる、だってもうすぐやめる、ベスト8とか4かの時に何かあるんですよ、ふんわり結構短めのムードで、その後にあのブギブラッツビデオがあってバンスから見せてもらったら、そこでもう余すところなくもうガチムーブをね、ガチムーブしまくってて、もうこれリベールは大好きやった動きもそうだろうし、影響された人多いだろうなって、あとねここの腰持ってこうショルダーでフリーズする、まあウィングとかもね、あの昔やってたフリーズあるんですけど、あれもベンジンスが作ったっていうのでね、はい、これ編集者のイタル君、これ B ボーイのこと全然わからないと思うので、今のはまんま垂れ流してください、これわかる人はね、これは B ボーイ興奮する話ですみたいなね感じで、結構そういう自分が気づかないところ結構気づかせてくれたなっていうのはすごいですね、ロベちゃんは確かにあの時代にベンジェンス気づくの早い、早いですよ、だって2002年のローズ・オブ・ザ・フロー、あ、で2001年のローズ・オブ・ザ・フローあとずっとだって、しかもその後フリースタイルセッションジャパンの、そうジャパンのあのケビブラッツケーブルたち来たじゃないですか来ました、ね、あのスキルブラッツスキルブラッツキングス、キングス、はい、あの時レゴやべえ、ルディ・ゴブリンやべえって言ってて分かんなかったんですよ、俺どっちかというと韓国のね、うん、パワーギャンブラーとかフィジカルとかね、まあそっちだね、トライバルそう、うん、ベトナムとかさ、うん、あの辺がなんかベンジーとかかっけえすげえって言ってたらさいやもうずっと見てるんですもん、そのフリーロックとかを、でえなん、まあ、かっこいい、もちろんかっこいいけど、うん、俺も好きなんだけど、なんかそこの良さに気づくのがやっぱ早かったっすね、そうなんかそこのねケーベルじゃなくてレゴとルディ・ゴブリンとフリーロックみたいなめっちゃかっこいいです、今でもなんか宇宙人なんじゃないかと思ってますからね、うん、先すぎてそうです、ね、今でも通用しますからね、だって今の時代の価値観なら理解できる、理解できる、そうそう変わったから、そうそうだから今見たらみんなも分かると思うんだけど、当時は絶対分かってる人少なかった、少なかったですよ、湧いてなかったですよ、うん、会場もそんなに、そうなんです、だからそういうところに気づいてくれてたからこそ自分も今のスタイルあるのかなって、はあ、うん、マニアックでもこういうトークをずっとご飯食べながら練習毎日、ね、毎日兄弟だからこそのこういうなんていうのかな、常にブレイクダンスのこと考えてるみたいな、土下さんはドラゴンが近くにいたっていうのも大きいけど、バウンスがいたっていうのもでかい、ね、そう、それもでかいね、だからこの3つがやっぱ揃ってたのはでかいですよね、うん、こっちの2人の感性に、うん、なんかそれ間違いないよって言ってくれる人がいたっていう、バウンス分かんない人に説明すると、うん、あカナダの B-boy なんですよ、ね、うん、そうですね、山梨、その方が山梨住んでたんですよ、はい、そうなんですよね、でファウンデーションを作るきっかけにもなるような、はい、そうですね、でバウンスから教えてもらったんですけど、2人とも結構一緒に練習しながら、うん、なんか結構バウンスが途中からロックステリーとか、うんうん、ズルキングスだったりとか、ロックステリー入ったんですか、そう、ブギブラッツとか、うん、昔ですけどね、うん、でそういうのもあっていろいろやっぱどんどん知識が、うん、バウンスからいろいろこうブレイクダンスの練習とかムーブとかも、当時ネットもあまり普及してないし、そんなにね、YouTube とかもまだ全然なかったから、アメリカのコアな情報とか最先端の情報が、でバンス経由で日本にこう山梨なんですよ、しかもあのエイリアンネスとか呼んだりとか、ズールキングスボスですね、ルディゴブリンじゃないや、あれですね、ズールグレムリン、ズールグレムリン、ズールグレムリンのねワークショップ、意味が分かんないですよ、マニアックすぎるけどごめんね、でもズールグレムリン、あれプロアム2003ジャパンで来てましたね、そうそう、で来てたりとか、あとあのダキーとか、うん、ダキーも、そうそう、ね、韓国の、韓国の、え、山梨って、山梨でやっぱそう、みんな言うのがやっぱバンスは天才だって言ってて、
でこんなやつが近くにいるのはすごいあのいいことだよみたいな感じで結構こうそういう人たちも呼んでくれてね、うん、俺らもどん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 こうブレイクダンスの知識というか、うん、皆さんバウンスピンとこない方はおられると思うんですけど、うん、バウンスってあれなんですよね、あんま動画撮られるのとか拒んでたって聞きますよね、うんうん、まあそうね、あんまりだから自分でも結構消したりとか、うん、パクられるからですね。多分ベンジンスと同じ。あのベンジンスもね、トロントでカナダの B-Boy なんで。なかなかね、まあ YouTube があるからね、みんなどんどんアップしてるからあれですけど。だから、でっかいバトルとかにあんま出てないんですよね、サイファーで。パクられるのが嫌で。そうですね。情報を出したくないみたいな。だからね、結構そういうのがね、ありましたよ。すごい。マニアックマニアックでもいいんじゃないですか、たまにはこういうの。ついてくれる人はついてきてくださいということで。山梨はすごかったんですね。そうですね、そういう意味では。東京いても手に入らない情報がバウンス経由で入って、うん、結構山梨にだからいろいろそのいやバウンスに会いにとか、まあ、みんなで練習するために結構来てる有名な B-Boy 多かったですよ。だから2000年代中盤ぐらいからズールキングスに入る日本人が出てきたじゃないですか、うん、ドラゴンさんとか、うん、カツワンさんとか、カツワンさんは分かんないですけど、ね、カツワンは一番最初に多分ネスから多分早い日本人だったと思います、ね、ドラゴンさんはバウンスに入れてもらった、ね、俺はそうね、バウンスからね。でもエイリアンネスになんかもうお前入ってるからみたいな感じで、なんか結構俺の意思はないんやと思ってもう入ってるみたいな。そうバンスにあのバンスがズールキングス入って、うん、でドラゴンとあと実は僕もあの言われたことがあったんですけど、僕当時スキルメソッド大好きでスキルメソッドに入りたくて、ちょっとこう今はズールキングスちょっと怖いじゃないですか、ね、そう憧れでまだ入りたいところにね。だからずっとなんかベナムと連絡取ってて、うん、そんなことやったんですか。A さん経由でちょっと連絡取ってもらったりとか、そうでなんか入れん、あとは、ね、まあ、入るにはやっぱマイアミとかフロリダ来ないとあれだよみたいな感じでいつか行きたいなみたいな夢を持ってたよね、うんうん、そう思ってたんですけど、まあそしたらまあファウンドネーションがね実際有名なチームになってきて頑張るようになったから、まあそこのね夢はあんまりあったけど、結構謎だったんですよね。その2000年代中盤なんか山梨にファウンドネーションというものができて、なんで山梨にそんなズールキングスがいるんだみたいな、僕広島の人間なんで、なんで地方でそんなコアなものができたんだ。そこはでもバウンスがすごい大きかった。そうですね、これも話したいんですけどね、もう僕個人的には KB フレッシュも、まあ KB がね、わかります皆さん、視聴者皆さん、これちょっと知らないとダメですね。 KB は KB フレッシュいました。 KB はもともと小学生の時に、なんかあの一宮っていう山梨だとね、山のなんかぶどうとかが結構有名な場所があるんですけど、桃とかね、でそこでずっとやってて一人で、でレッスンとかなかったんですよ、山梨あんまりなかった。でそしたらそこでバンストでやって、ケビフレッシュが、そうただもうずっと6年間か5年間ぐらいずっと6歩とウィンドミルしかやってなかった。それしか知らなくて、知らなかったから、それバウンスに押し出会う前に自分で一人でだからもうある意味ずっと聖剣好きだから、そうそうそう、本当そんな感じだよね。だからもう肩は仕上がってるんですよ、完璧な6歩ができてる。そこからバンスっていう知識が深いって入れて、 KB に教えてる時はもう本当に多分自分の分身じゃないけど全部をこいつに入れるみたいなのあって、レッスンの時カーテン閉めて、うん、もうこもってバウンスと KB フレッシュ KB だけの練習精神と時の部屋そしたらどん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 まあやっぱフレッシュになっていくわけですよ、KB が。でバウンスが海外にイベントで呼ばれて行ってる時に俺ら練習場所に行ったんですよね、うんうん、そしたら KB 君も来るって今日聞いてて、うん、あじゃあ KB 来てるんだってなってて、でそう初対面じゃない、いやもう結構会ってるんですけど、六歩時代も知ってる、あそうもう知ってて、で結構だんだん上手くなる過程も知ってたんですけど、うん、でバウンスが海外に行ってて、あ練習場所に行ったらなんかね、バンスがいるんですよ。そうそうそう、あれバンスいるんだけど、あれ海外行ってなかったっけって言ったら KB なんですよ。もう、もう生き写しぐらいのね。で、だんだん KB 自体のフレッシュさも出てきて、めっちゃかっこいいB-Boyの人ですね。で、これバンスも言ってたんですけど、あの、最初はそのバンスが KB に教えてたんだけど、なんかバンスもそのうち KB がやっぱすごい上手くなってって、あの、自分、なんかこう教えてたけど俺が今度意識しちゃってるみたいなことはバンス言ってたこともあったんですよ。だからね、KB とお互いにもある意味こう上げ合いっていうインスピレーションはある。その KB フレッシュも実はファウンドネーションです。ファウンドネーションでもあるんですね。KB フレッシュさんもバンスと同じスタンスかどうかわかんないですけど、あんまバトル出てないんです。まあそうですね。なんかどっちかというと楽しんでダンス、ブレイクダンスやってたりしてたり、あとは今写真とかね、そういう仕事とかも結構忙しいのもあってみたいな。だから知ってる人はなかなかね、結構レア。B-Boyは知ってる人は興奮しますよ、この KB フレッシュ。KB を持ってるだけでなんかもう食らうものがあるって、なんかうおーやべえって思っちゃう。バンスがいる。どうね、思い出す感じだね。僕もだからファウンドに KB フレッシュってやばいやつがいるって聞いて、しかも本当バウンスみたいなスタイルだみたいな、
噂だけ聞いてて、でもバトル出ないじゃないですか。そしたら2011年の3度の飯よりブレイキンで、いきなり出てきましたよ。ジェル・キングスでバビロンとライゴと3人出てきて、決勝まで行ったんですよ。知ってる人からすると、うわぁ、ケイミー、ついにバトル出たかって感じだったよね。でしかも決勝まで行ったんですか、あの超レベル高い 3-on-3 で。かっこよかったですね、はい、それだけは皆さん YouTube で見れますよ、うんうん、2011年のあ2012年だ、うん、2012年の3月頭が、うん、初頭にあった3度の飯よりブレイキンの 3-on-3 ツールキングスで出ています、うん、はい、ぜひチェックしてください、警備フレッシュやばいです、うん、ぜひ見てくださいすごい、いや動画になった怖だなこれ何の話してんのこれ山梨のヒストリーを語るみたいな僕も本当は、はい、あのダンスやってない人にも分かるような、そうですよ、しなきゃいけないと思って軌道修正とかしようと思ったんですけど、うん、興奮して、まあ、それが一番大事ですけどね、小林さんが聞きたくて、聞きたくてそうなんですよ、山梨すごいんですよ、実はすごいすよ、もう今当たり前になってますけど、うん、その山梨からドラゴンファウンデーションが出たっていうので、うんうんうん、当たり前になってますけど、当時なんで、まあ、同じ僕広島なんで、うん、まあ、どちらも田舎じゃないですか、わりかし、当時情報入ってこないんでなかったですからね、もうだから本当バンスがいたりとか、うん、あとねマニアックなんですけど、ま、キノそうブレイクスクルーっていうニューヨークのめちゃくちゃヘイローがうまい、フリーサイズセッションジャパン2000されてます、かっこいいんですけど、あいつもいたんですよ、そう、なんかローカルな電車で会っちゃうみたいな、そう、たまにローカル、本当にあの1時間に1本の電車に乗ってるんですよ、シノがバスアーブってなるんですよ、シノも住んでたんですよね、住んでましたね、であとフミっていうね、あシアトルの、まあ、パワームーブめちゃくちゃうまくて、セッションシアトルでもね、ぶちかましてます、チームどこでしたっけ、信玄じゃ、信玄とかもありましたね、あの時はね、出てましたね、あの師匠と、アイラブフットワークの師匠と、あと韓国のね、誰かとマックスです、マイティマックスです、そう、20センチュリーボール、そう、さすが、あとフミで急遽組んだチームでぶちかましてアメリカでもかましてる、シアトルにいるに日本人種は日本人だけど、ね、向こうで生活されてる方なんですよね、うん、その方もいたりとか、山梨だから結構ね、山梨はすごい隠れてみんな、そう、そういろんなね、海外のビーボーイが謎の地域ですね、来るでもあとウィングゼロもね、今世界で活躍するウィングゼロもそうだし、あとプロントっていうね、もうそうだし、そう、メッツマン、あとパンキーモンキーだったり、そうね、そうね、これが全員ファウンドネーションで、あ、やっぱそう聞くとやっぱバウンス、僕の聞いてる感じバウンスドラゴンドメさんがすごいでかいんだなと思って、うんうん、流れ作り出したって感じがします、あとやっぱ今でもね活躍してるからユエンさんとかもやっぱ山梨引っ張ってくれたりとか、あとまあ結構イベントオーガナイズだったら矢崎さんとかも、やっぱりずっとそうロッカーの、ね、ゲロッパンも、今もね現役でやってるし、イベントを作って若い子たちにステージでそこでピンシャーとかね、うん、いっぱいバトル出て育ってってる、スノーマンもそうだし、あーそう、スノーマンだからやっぱ今どんどん若い子たちがね今どんどん頑張って活躍もしてるんで、スノーマンってね、うん、山梨ながらフュージョン MC 入りましたからね、だからね、そうだから嬉しいのがやっぱその山梨イコールなんかファウンドだけじゃなくて、うん、なんかそういうフュージョン MC とか、うん、なんか他のね、あと翔くんも結構山梨で週来てたり、そう、受けに翔は山梨じゃないけど長野なんですけど、うん、よく近いからそう近くで、ね、レッスン後にね一緒練習したりとか、まあ、活躍もしてるんで、うん、D リーグとかでも、うん、分かりました、山梨は結構すごい地域ですね、謎の、うんうん、そういう文化がこう、うん、今ありましたね、うん、あるで、まあ、ちなみに、うん、ちなみに僕小俣じゃないですか、うん、お小俣様の役小俣じゃないですか、うん、名字小俣なんですけど、うん、あの本籍山梨ですからね、そうですよね、なんかそうなんですよで俺ね中学生の同級生で小俣さんっていたんだよ、だから小俣さん聞いた時にもあれなんか小俣さんって何か初耳で、そうなんですよ、僕は広島育ちですよ、うん、完全に、はい、で本籍親が変えてなくて山梨なんです、山梨なんです、免許証山梨入ってて、すごいですね、やばい、繋がりがね、すごい繋がりますねある時僕、あの富士の樹海にドライブ行ったんですよ、ドライブで行くとこじゃない、ちょっと免許取り立てて東京はその時住んでて山梨の方行くじゃないですか、富士の樹海に、で帰り車走ってたらパーラー小俣とかスーパー小俣って看板すごい出てきて、ええと思って、で免許証の本籍見たら本当その地域、ああじゃあ小俣がいっぱいそうだったか、多い、ね、多い地域あるんですよ、山梨、へえ、うん、ってことで山梨何の話してんですか山梨は小俣様にあるルーツがある、小俣家のルーツあるらしいですからねすごい、あでも初耳です、実はね、この動画長くなる
これ、決めました。ほぼノー編集であげます。あマジですか、ほぼノー編集でゴールデンウィーク中あげますわ、これ、僕。ただこれ、もう編集するとこあんまないですね、これ。見たい人は、もうね、はい、見てくださいって。岡田君にこれ任せれないな、この編集。カットね、しなきゃいけないところもあるんで、一応、オマさん見てね。はい、あんまテロップなしで僕が編集してあげます。確かに、あんまテロップね、画像とかポンって入れるぐらいでいいかもね。二人が不仲な話を聞くところ。まさかの山梨のルーツを辿って。山梨やばいっていう。ねまあ、そんなところでイベントを5月11日からやるということで、はいはい。皆さんもういい加減にしてください。35分喋ってますよ。やばい、やばい、長い、長い。おい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 。もうダメですよ。僕も含めて喋りすぎて。楽しすぎちゃって。誰だよ、メガスの話。ベンジンスの話だから。メガスの話した時点でやばいな。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。軌道修正しなきゃと思いながらも。ごめんなさい。僕も興奮しちゃって、もう。最近あったからね、労働も。そう、あ、やばい、カメラが止まった。温度下げるために。ちょっと。ということで、はい、熱でカメラが止まってしまいました。やばいね、あの、喋りすぎて。カメラも熱くなっちゃった。カメラも熱くなっちゃった。やかましいわ。やかましいわ。ということで、あの、山梨、すごい地域だねっていうことで、B-Boy だけで習う。だけじゃなく、はい、ダンスの文化もすごい発展してるんで、はい、その山梨に5月11日、イベントやられるということで、はいはい、詳しくは概要欄の方で、はい、見てください。ちょっと、はい、ここは僕は喋ります。終われなさそうなんで、あの概要欄、はい、チェックしてください。うん、5月11日、ドラゴンさんも来られますよ。うん、ゼノン君、ウィングゼロさん、はい、あと誰でしたっけ、ミカド君、ミカド、はい、ドーベルマンさんとイベントやられるそうなんで、カメラが熱くなって止まったので、この辺で終了します。はい、でこの後、ちょっと2人で解説動画も撮りたいと思うので、はい、次の動画をお楽しみください。うん、はい、それでは。フォーゲットネバーの新作、皆さん山梨でチェックしてください。ぜひ5月11日来てください。ありがとうございました。さよなら。